はい、こんにちは。今回はですね、水素風呂リタライフを使われた方の体験談をご紹介させていただきます。今回はですね、香川県にお住まいの70代の女性の方、水素風呂で変形性膝関節症の痛みが取れましたということですね。平成6年10月26日に発表されたリタライフを半信半疑で使い始めて、それほども経たないうちに左変形性膝関節症と診断されていた膝の痛みが取れましたと。一生正座はできないものと諦めていたんですが、短時間なら正座しても痛みもなく、着物を着て仕事も楽にできるようになると、リタライフを使うのが楽しみになりましたと。知人友人にもどんどん勧められる自信がついてきましたということです。はい、こちらの方はですね、水素風呂ですね、水素風呂に入ることで変形性膝関節症の痛みが取れたというお話でした。ということで、今回は水素風呂リタライフを使われた方の体験談をお話しさせていただきました。